皆さんおはようございます。今日も今日の一曲いってみたいと思います。はい、今日もね、朝から夏日っていう、その感じなんですけども、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあでも結構ね、なんかまあでも結構なんか爽やかなね、夏の日っていう感じですね。そこまでなんかジメジメしてない、気がするんですけども、今のうちだけなのかな。はい、そんな爽やかな曲をですね、歌いたいと思います。久しぶりの奥田民生さんです。それでは行ってみましょう。今日の一曲、奥田民生さんでイージューライダはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。久しぶりにというか、おそらく弾き語りで歌うのは初めてだと思うんですけども、はい、いかがだったでしょうか。まあ、昔はね、ユニコーンとかね、モノマネとかやってたんですけど、結構本意気で歌わないと、あんまり寄らないので、まあ、今日はね、地声でやってみましたけども、まあ、夏っぽいね、なんか爽やかな感じのね、そんな歌なのかなと、思います。まあ、歌詞の内容もね、結構深くて、ちょっと考えさせられたり勇気をもらえたりっていうね、そんな感じがしますね。自由奔放な僕からしてみるとすごい大好きな曲です。はい、ありがとうございます。
はい、それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、昨日はですね、小野正利さんの You're the Only、歌いましたけども、これもまたね懐かしい歌でしたね。のふさんいつもありがとうございます。こんばんは、暑いです。干からびそう、もう本当そうですね。すぐに思い出せなかった。あ、そうですか、聞いて思い出しました。クリスタルキングは小野正利かって感じでだったですね。どれだけ歌えるかカラオケで競ってました。そうなんですか。タニードリームナンバーワン、聞きました。尾崎シリーズでしたね。5年前と、表記されていたので6年前ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。これからもいろんなリクエストお願いします。ますますの、活躍を願ってます。ありがとうございます。嬉しいですね。ねえ、あんまりね、あの記念日とかね、ほんと疎い方なんでね、自分でも忘れちゃうことが多いんですけど、はい。まあ、皆さんがね、こうやっていつも見ていただいて、応援してくれてるからこそ続けていけます。はい、ありがとうございます。しのさんいつもありがとうございます。こんばんは。これはやっぱり夏の歌ですね。2番の季節外れの海は時間の経過なのか。時間の経過を季節外れの海っていう例えにしたってことですかね。それでも変わらず愛してくれているのですね。ね、いいですね。愛は永遠ですよ。はい、ありがとうございます。たまちゃんさんいつもありがとうございます。この歌すっごい好き。自分も元気でガンガン歌えるので、車の中で愛しているのさ。ビブラートもかけずにシャウトするのが気持ちよすぎなのです。あ、そうなんですね。聞いてみたいです。最近の小野さんのアニソンとかも、今後にますますキレがかかってすごいな。そうなんですね。最近アニソンとか歌われてるんですね。聞いてみたいですね。ちょっと探してみます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、今日はですね、ちょっと目がね、なんかなんて言うんですかね、ちょっとかすむっていうかね、ちょっと疲れが溜まってるのかどうなのか、もう漢字がね、もう本当 QR コードにしか見えなくて、ちょっとね老眼鏡かけてますけども、はい。ということでね、もう夏真っ盛りっていう、そんな週末ですから、ぜひぜひ皆さん週末満喫していきましょう。それではまた明日。